今回ご紹介するのはメッシーです。メッシーはテキストやイメージから 3D モデルの生成やテクスチャ生成まで可能にするサービスです。最終的に 3D 制作をすべて自動化することを目標としているようです。今のところこのような 3D の生成からテクスチャまで生成可能な AI サービスはほとんどありません。またメッシーは現在無料で利用可能です。では早速試してみましょう。まず Discord が必要なのでアカウントの登録を事前にしておきます。 Discord は Web ブラウザーでも使用可能ですが、メッシーを使う場合は専用アプリをおすすめします。次にメッシーのウェブサイトへ移動し、ジョイン Discord をクリックします。するとメッシーから招待が来るので、それもクリックしてください。その後いくつか質問が出るので答えていきます。最後にサーバールールが出るので確認後に完了を押します。するとディスコードが起動します。もしウェブブラウザーで起動してしまったらアプリを立ち上げてください。メッシーに入ったら、まずはテキストから 3D の生成を試してみようと思うので、左側のアーリーアクセスからテキスト 2-3D を選びます。1と2がありますが、好きな方を選んでください。次に下部にテキストを入力する場所があるので、スラッシュシート入力します。スラッシュクリエイトプランプトが出てくるので、それをクリックします。今回は剣のイメージでプロンプトを入力してみます。プロンプトの記入例は説明欄に記載してあるので、そちらを参考にしてください。入力したらエンターキーを押します。受付され、しばらくすると完成までのパーセントの表示が出ます。完成したので見てみましょう。無事に剣が生成されました。ダウンロードは動画と 3D ファイル両方できます。動画の右上のアイコンをクリックすると動画を保存できます。 3D ファイルの右上のアイコンをクリックすると 3D ファイルを保存できます。 3D ファイルを保存する場合、警告が出る時がありますが、気にせず保存します。他にもいくつか試してみたので見てみましょう。見ていただけると分かる通り、あまり複雑なものはまだきれいに生成はできないようです。プロンプトにハイエストやクオリティ、4K といったワードを入れることで多少良くなります。今後の進化に期待したいです。次にテキストからテクスチャーを生成してみます。先ほど生成した剣のモデルを使用してみたいと思います。まずはテキスト2テクスチャーに移動します。下部にテキストを入力する場所があるので、スラッシュ S と入力します。スラッシュスキンが出てくるので、それをクリックします。先ほどテキスト 2-3D で生成したモデルをダウンロードすると ZIP ファイルになっていて、その中に model.glb というファイルがあると思います。それをドラッグ&ドロップします。そしてイメージに合ったテキストをプロンプトに入力します。今回は木のテクスチャにしてみます。次にパブリックでトゥルーかフォルスを選択します。自分の生成したものを公開したくない場合はフォルスを選択してください。この場合生成されたものは完成後に通知が来るので、それを確認しダウンロードします。今回は公開にするのでトゥルーを選びます。受付されると
先ほどと同じように完成までのパーセント表示が出るので待ちます。無事に木目風のテクスチャが完成しました。ベースとなった剣と比較してみます。テキスト 2-3D と同様に動画と 3D ファイルそれぞれダウンロード可能です。他にもいくつか試してみたので見てみましょう。テクスチャー生成は実用可能なレベルと言ってもいいかもしれません。最後にイメージから 3D を生成してみます。イメージ 2-3D に移動します。次に下部にテキストを入力する場所があるのでスラッシュ i と入力します。スラッシュイメージファイルが出てくるのでそれをクリックします。そこに 3D にしたいイメージファイルをドラッグ&ドロップします。あとはエンターキーを押して待ちます。これまでの中では一番時間がかかると思うので気長に完成を待ってください。完成したので見てみましょう。イメージから 3D ができました。しかしまだ詳細な部分までは再現できていない感じです。今後の進化に期待したいです。そしてこのファイルもダウンロード可能です。また今回生成したファイルはブレンダーなどでも開くことができます。いかがでしたでしょうか。以前もプロンプトから 3D を生成するサービスを紹介しましたが、それと比較してみるとだいぶ進化が見られます。また楽しい AI サービスが見つかったらご紹介しますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた来てくださいね。